はい、引っ越し日前日です。本日前日積み込みで半分ぐらい、持って行ってもらったんですが、明日は全部持って引っ越しです。疲れたね。やばい、死んだね。体がパキパキしてるね。もうやばい、本当にギリギリ体力。はい、こんな感じでございます。リビングは今こんな感じ。すごいね。で、廊下に出ると兄貴のパジャマと養生してあるんだよね。うん、で、冷蔵庫も空、上は空に、はい、朝食べて、はい、こんな感じでございます。下はまだ、下はまだ、下はまだこれやんないといけないよね。空にしないといけない。行こう。今から、夜ご飯を食べるんだけど、Uber でホットモット頼みました。はい、疲れ果ててます。うん、で、兄貴は今お風呂中です。こんな感じ今。空でございます。で、ニーニーとシーシーの部屋も空。こんな感じ。うん、にパンチで。よし。あって、あ、ここまで来るのにめっちゃ苦労したな。相当断捨離したよね。はい、クワガタさんも連れて行きます。ボタンがね、どっかに。ボタンが押せない、養生されてるから。どの辺なんだろう。わかんないわ。この辺かな。ああ、着いた。はい、なんで2階へ上がるとこんな感じでございます。だいぶからすっからかんだ。うん、ここは、うん、結構大物が残ってんだね。はい、ワンタンやワンタンパン。はい、そして寝室だけはまんま残ってます。はい、今日ここに寝て、なんだ明日パパ移動させる感じね。明日は朝8時だっけ。来て。うん、いや無理、パパも今ちょっと疲れきって無理。ご飯食べたら風呂入らんとね。ニーニーもお風呂に上がってきてご飯中です。パパは疲れすぎて食べる気力すら起きない。いや、マジで疲れた。やばいね、死んだ。マジ死んだね。まあまあ中から出してくれてたからさ、まださ、うん、なんかちょっと楽な部分あって、うん、倉庫の中のものとか全部出しときますねって全部出してくれて、うん、で持っていけるもの、ここに入ってる持っていけるものを持っていっちゃいますねみたいな感じで出てくれて、うん、疲れた。明
足が棒だぜ。ね。本当そうだよ。体がパキパキしてる。あと腰痛も半端ない。中腰めっちゃなるもん。ね。運んだりで。うん。で、あと、なんだっけ、ゴミ回収業者が来るんでしょ。それってさ、あの積み込みはその人が、その人やってくれるんだ。あ、ならよかった、それ手伝うとかってなったらもうシャレになってねえわと思って。うん、その量に応じていくらみたいな。ああ、なるほどね。いや、もう無理、もう動けない、今日は。いや、もう無理、ほんときつい。足痛いし、腰痛いし、頭痛いし、もうみたいだ。明日でも行ってセッティングとかしなきゃいけないから。明日もっと死ぬのか。いや、セッティングとかマジ無理だから。マジで。いや、きつ。体力が昨日と今日でもうゼロになった。HP ゼロ。何イーシャンは食べてんの？もう食べてるけど、うん、ご飯と唐揚げとポテトソースミニハンバーグ。ドラえもんでしょ？ってこと。シシもドラえもん。パパは何したの？特のり弁当。あ、特のり弁当。ママ？ママ普通ののり弁当。ああ。じゃあ、あとちょっと、もうちょっと休憩したら食べろ、パパは。はい、今は無理でござる。本日は引っ越し日当日となっております。すごい、ガラガラになったね。いやー、なんか物がなくなるとさ、めっちゃ広いね。めっちゃ広いね。はい、これがリビングで、ダイニング、いいよ。はい、今から新居に向かいます。ここが1階がこんな感じ。綺麗になったね。ん、はい、でここに引っ越してきたみたい。うん、ここに引っ越してきたみたいです、ね、お風呂場空っぽでございます。空っぽ。はーい、空っぽだね。見て、もうドラえもん寝そうだよ、ここ。うん、はい、で、2階、2階行って。2階、はい、2階に行ってください。2階に、うわ、もうない、ぬいぐるみ全部ない。はい、空っぽでございます。そしてそこ、ダンス部屋。ダンス部屋、うん、空っぽ。はい、空っぽでございます。すげえ。パパ、ここトイレ。トイレはいつも通り。トイレはいつも通りっていうか、ペーパーはないやもん。ペーパーはペーパーの方で、はい、最後、寝室だったお部屋。テラスもなんもないの。うわ、昔ね、ここダンス部屋から寝室になったの。ねえ、はい、空っぽでございます。パパ、2段ベッドもない。うん、ここも空っぽだよ。もうほぼ、もうゼロ距離やったからね、2段ベッド。はい、ここも空っぽです。うわ、空っぽや、空っぽや。ね、あんまない。隅まで、隅まで全部ない。はい、隅から隅まで全部ない。
はい、じゃあ新居に行きます。ありがとう。お家にありがとうって今まで。シーシー、ありがとう。はい、見て。行くか、新居に。行きますか。はい、行きましょう。行くよ。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々を誰よりも大切に。寂しいな。ふた。え？ふた。ふた。聞いた、行くぞ。新しい新居の予定は。銀之助でしょ。いや、その銀之助。